私も住んでる地域からもうほぼ出かけないという毎日を過ごしていますが、まあ、その中でもすごく思うことは、こういうふうに日常の景色ですね、対する自分の視点っていうものがすごく、まあ、変わったというか、まあ、毎日家にいるので、とにかく今は、たくさん絵を描いています。今回のコロナの影響でいろいろ展覧会が中止になったりとか、皆さんの生活にもいろいろ影響が出てると思うんですけれども、自分の身は極力感染しないように行動して、家族や仲間と明るい未来のための話をしたり、こういう事態になってまずは自分がどうありたいか、不自由さを感じないようにどう抑揚をつけて生活していくかということをよく考える時間と捉えるようにしています。本当にコロナウイルスで自分がやってるちょっとした仕事とかもテレワークになってたりして、怒ってもしょうがないので、自分がいかにどうあるかとか、人間も自然の一部で自然の脅威に抗えないんだなって改めて思いました。確かに今普通じゃない状況が続いていていろいろ不便なんですが、いろんなことを考え直す良い機会だなって思ってます。今回は、やっと緊急事態が解除されて、東京アラートも解除されたかなと思い、密かにはレセプションできるって思ったら、直前の2日間でちょっと100人を超える人数になったので、こうやってまた、あまり大々的には、レセプションが開けない感じになりました。それでこうやってみんなに挨拶をしているところです。それでも前回と比べて作家さん一人ずつ私と対談をする形でみんなに挨拶をしてますので、その対談の録画を通して作家さんも絵に対する説明と理解を、少しでも手助けできればいいと思います。コロナ禍の中で何が変わったか、日常生活的には、このスタジオがあるところ自体が山奥なので大して変わってないんですけど、ちょっと海外で、アートフェアもあったんですけど、やはり 2,3 個ちょっと、中止という形で、在庫の展示はウェブ上ではいろいろと、やったんですけど、実物を見せる展示ではないっていうところが不安材料ではありました。この展示のようにやっぱりちゃんと最後まで行われるっていうのが確定してれば、それに対する作品自体は気合を入れて作れるんですけど、やはり今後、状況がちょっとまだどうなっていくかわからないんですが、実際僕たちはもう制作をするっていうこと自体がメッセージだとは捉えているので、しっかりと丁寧にその提示をしていくっていうことも必要なのではないかなと思ってます。作品を作るときも結構家にこもってずっと糸を巻いてるような感じなので、自身の状況としては変わらないと思うんですけれど、ただやっぱり世の中から受ける情報による心理的な影響みたいなのがあったと思います。私も上海の拠点に2ヶ月くらい早く終了になりましたし、でその後生徒と大阪でのグループでの予定もあったんですけど、それも延期になって、いつになんかお話もしかしなくなっちゃうかもしれないし、それでも前回の緊急事態宣言がなされたちょうど8日の次にあった1段目のね、命の力の時よりはそれでも解除されて、こうやって対談ができているので、前回よりかは若干状況が好転したと思いたいんですけど、心理レベルにはいかがですか？そうですね、実際今は皆さん
出かけられる状況で直接作品を見に来てもらえるので、そういう意味では、だんだんこれから普通に展示もできるようになっていったりするのかなと思っていて、まあ徐々にではあるけど希望が見えてる状況だと思います。5歳になる息子がいるんですけど、保育園に通えなくなってしまってですね、1ヶ月近く仕事に行くことができなくなって、そういう休校中とかの子どものケアも女性の方が、担っている部分が私の周りでは多くて、社会の中での男の役割、女の役割っていう男女差を感じた時期でもありました。それまでの生活とは違うところだなと思っています。お世話になっているスタジオが、閉鎖というか閉まっちゃって、人数が多かったから、人数もいないんですけど、とりあえず緊急事態で人を出るんです。まあ責任取れないしね、それでもう家で何かやるしかなくなっちゃって、すごい焦りを感じちゃって、何か没頭しないと自分がこう不安になっちゃって、でその不安を結構息子と共有してしまったような気がして、ちょっとそこはかわいそうではあったんですけど、でもじゃあなんで焦ってたんだろうなって思うと、何ですかね、多分その私の場合はその私なりの多分不安があって、でも最初の頃はすごく普段も一人で過ごすことが多いので、まあいいかなと思っていて、長くなるとやっぱり自分なりの不安があるじゃないですか、それが違うけど、でもだからその負のマイナスなエネルギー、例えばその日本だと作家の五木ひろゆきが昔ね、その大河の一滴の中で諦めるっていう言葉は、彼は自分のことをすごいマイナスな人間だと思ってるらしいんですけど、今回コロナですごく売れちゃって大河の一滴がね、その中で諦めるっていう言葉を彼は言ってて、諦めるってみんなギブアップって良くないイメージに思ってるかもしれないんですけど、ダメな、本当にダメなものは早く諦めた方が実はいいんだと。諦めるっていうことは明らかに極めるっていう意味でもあるって言ってたんです。なのでそのみんなが同じように不安で、みんなで同じようにダメな状況の今年はなんかその負のエネルギーがもともとずっと強かった人が逆に強い度合いもあるのかなとかも思っちゃうんですけどね。日常的にはいつもとほぼ変わりはなかったんですが、展覧会がいくつか中止になりまして、で、まあ、今後のこの先の展覧会もどうなるかわからないっていう状況が続いていましたので、大変気持ち的には不安な日々でした。まあ、こういう時なので、まあ、普段よりもより作品に力を込めていい作品を作るしかないという気持ちで、制作により力を入れて魂を込めて制作をしておりました。心情的な変化が大きかったです。なんか今まではこういうね、ものを作って人の生活とか心を
なんか刺激を与えるものにしようと思ってたのが、うん、コロナっていうのがあって無力感がものすごい強かったんですね、うん、実際ものづくりっていうものが実用的じゃなかった、うん、例えばマスクだったり消毒だったりっていうのは、うん、その場の人の助けになるけど、うん、これがこの段階で本当に困っている人の役に立つかっていうのがどうなのかっていう悩みが、うん、というかすごい考えてしまって、うん、でもかといって自分に何ができるかって言われたら作ることしかできないので、うん、まあ、逆にそれならみんな時間もできたと思うし、うん、その心情を見返すものを作ろうかなっていうので、うん、まあ、ちょっとこねたというか合わせてやるものにはなるんですね、うん、まあ、パッと見分かんないけど、うん、人のつながりの温かさみたいのが、うん、今それぞれここに刻まれてるはず、うん、と思って、うん、でもみんな、ね、そういう緊急事態で分かんなくなって人を叩いたりするのかと思ってたから、うん、そのこの診断もそこに待って刻まれているのもちょっと、うん、ぱっと見分かんないように掘っているような、うん、まあ、基本的にはずっとあの作業場に入って制作してたので、そこまではやっぱ変わってはいないんですけれども、やっぱそのプライベートな生活では、まあ、ほとんど外出をしなくなったっていうことと、まあ、手洗い、うがい、マスクですねの、まあ、着用だったり、そういうのはすごく神経尖らしてましたね、まあ、あとは外食ができなくなったりだとか、まあ、家族とどっか行くにもほとんどどこにも行けなかったですし、まあ、子供をどこで遊ばせるのかとか、そういうことで、まあ、窮屈には感じたんですけれども、まあ、そこ窮屈と感じないで、いろいろ工夫して、まあ、家でお絵描きをしたり、なんかいろいろ工作したり、まあ、みんなで料理を作ったり、うん、まあ、普段あんまりやってなかったようなことをもう一回見直して、そういうふうに、家族全員で楽しめるようにっていうふうに、まあ、ポジティブに捉えるように、生活してました、はい、なんかちょうどねそのコロナで1月末から帰れないので、うん、ここで籠を作ってしまいました。はい、はい、素晴らしいです素晴らしい。まあちょうど4月の27日に1回目のその、はい、のグループショーをやるときは、はい、まあ、今回と同じように8人の作家さんだったんですけど、はい、その時は今よりもひどくて緊急事態発令したばかりなので、その時は作家さんがここに来るのも不可だったので、みんなね、そのリモートでそのオープニングをやったり、で、作家さんにも自撮りして動画を送ってもらった感じだったんですけど、今回は解除されて、東京アラートも解除されたので、よっしゃやるって言った時に、ちょっと人数が増えちゃったので、今回のコロナになって、はい、吉田さんはその前にも、拠点はずっと日本だったので、はい、そうです、あんまり影響はないですか、それとも何かコロナによってやっていた仕事が。うん、あ、仕事は影響ありますよ、はい、はい、止まったのいっぱいありますし。作品の中でも、はい、割とそのデザインっていうそのイメージがちょっと強い作家さんだと思うんですけど、はい、そのこうデザインの要素と、はい、すごくミニマリズムの黒、はい、の中に黒を作っていくね、はい、そのマットな感じ と、 ちょっと光沢のある中で、はい、そのどっちかが形として現れていると思うんですけど、はいはいはい、これはその吉田さん自分はそれをこう袋の中で全てが存在してるって
まあ実際のとこ黒であることはあんまり重要じゃなくて、うん、あのただ単にマットと光沢で、うん、光だけでこうその形を浮かび上がらせるのは、うん、やっぱり光の対極には黒の方がまあはっきり出やすいから黒にしたっていう、うん、別に青でもいいんですけど、でも青でも多分こんなに見えてこないと思うんですよ、形は、うん、だから黒にしてて、うん、でなんかそのまあ光だけでそのまあ角度によっては全く形が見えないじゃないですか。そうですね、うん、真っ正面で見るとほとんど分かんないですよ、ね、黒多分黒。ただ黒の時もありますよね。そうそうそう。だからなんかそこら辺の、なんていうか、存在のこう曖昧な感じっていうか、うん、曖昧なんだけど、はっきりと、まあ、いるんですよ、確実に。うん、なんか曖昧だと、こうグラデーション上に消えていく感じだと思うんですけど、うん、そうじゃなくて、はっきりいるんだけど、なのに曖昧っていう状態を作りたかったんですよね。うん、まあ、論理的に考えた場合と、うん、直感で見た時も、うん、答えが変わるっていう。その、物の形。そうそう、見え方が。で、多分これは、うん、これはタイトルは、丸十六個っていう。うん。丸十六個ある。これだよね、うん、ちょっと分かりづらいんだよな。でも、なんか、いや、その、作った人の意図と、見るものの、うん、その印象も違うので、ミニマリズムで、ものが、こう、うん、非常に完結されてるけど、うん、いる人によってはその答えがたくさんある、うん、なんかその抽象表現の域の中にも入ってるじゃないですか、うんうんうん、そうです。こういうなんかその要素を削ぎ落とすのは僕はデザイナーだからと思いますけどね、うん、デザインって省いて腐るのが多いんで、黒を、まあ光沢とマットの黒を同じ黒でやりたいんで、そのピグメントもそのいろんな黒あるじゃないですか、うん、あれの配合をずっと研究してたんですよ、うん、どうしたら光沢が出るのとマットが出るので、うん、さらにより黒いってできるかっていうか、黒もマットになってちょっと明るい黒になっちゃうので、うん、もっと沈ました黒にするためにちょっといろんな黒を混ぜて試してみた、うん、ここって、うん、あの光沢が出てるところって、うん、あのステンシルブラシで叩いてるんですよ、うんうん、その跡が見えます。そうそうそう、うん、でパッそれでこうボコボコさせたいんですけど、そうですね、うん、その時にやっぱすごい平らで硬い方がまあ叩きやすいですね、扱いやすいからボードにしただけ、うん、まあキャンバスも外してねやれば別に問題ないと思うんですけど、うん、なるほど、ね、うん、まあ、うん、これやったら単純にそれだけです、うん、硬くて平らっていうことは結構、うん、木の材質によって、うん、例えば80年とか100年経った時に、木の自然な割れがあるかもしれない。それは乾燥するから、うん、木は生きてるから、うん、それが入ってもかっこいい。まあかっこいいかも。木の材質が若干、その、こうちょっとね、露出、うん、するので、そこの黒がなった時に、うん、なんか、まあいいかもアルテコヘラとかモノハニー見えるみたいな。僕はですね、立体を作ってまして、専門は樹脂 の研究ですね。そういったこともしてます。で、作品の出だしとして、一番最初にいろんな文献であったりファイルであったり、まずはコンセプトを決めていくことになるんですけど、そこからですね、いろんな資料集めをまずしていきます。で、これは、まあ、例えば、その、愛染病の資料ではあるんですけど、こういったものを集め終わった後に、ここからですね、ちょっと今回の作品はどういうふうにしたいのかっていうこと自体を、ちょっとドローイング上で結構、探っていくというかですね、ドローイングで表現をしていきます。で、そのドローイングができてきたらですね、それで、そこから形にしていきます。まあ、立体物に置き換えていくということなんですけど、一個の子を作るときに結構重要になってくるパーツとして、まあ、まずは背骨の形ですね。で、僕自身結構生命の成り立ち自体が背骨から、まあ、脊椎からっていう、まあ、そういった成り立ちがあると思うんですけど、そういったところも結構重要視してる要因ではありますので、そういった背骨のパーツ自体を作るところから、まあ、全部の工程がスタートしていきます。
これはちょっと大きめのパーツになったりするんですけど、ちょっと立体自体が、まあ、大きなものから大中小というような形で、少し分けながら、その時々で使いたい作品の大きさを決めていってます。で、これに使ってる樹脂なんですけど、まあ、液状の樹脂に関して一番、まあ、よく使うのは、僕はFRP の樹脂ですね。まあ、ポリエステル樹脂の一種なんですけど、これと、まあ、繊維を合わせることによって液体を固形化していくっていうため の素材の一つになっていきます。乾漆というものがあります。でそれはですね、麻の繊維上に、漆、樹脂の一種ですね。そういったものを染み込ませながら形にしていく、そういった仏像の作り方の表現も、まあ、過去からですね、結構脈々と受け継がれています。で、まあ、偶然なんですけど、それと FRP というのはすごく酷似をしていまして、これはですね、ガラス繊維の上にこの樹脂を染み込ませながら形を成形していく。この背骨に関しては、ちょっと型取りをしてますので、シリコンで形を取ってあげて、そこから、まあその時々使う形の、今、まあ、いろんなパターンのやつを作ってるんですけど、それを使っていきます。で、背骨の形ができたらですね、そこから次にちょっと粘土状の樹脂があります。で、その樹脂で形自体をこう、どんどん増やしていきながら、一個体の形に仕立て上げていくというかですね、その時の仏像の使う、まあいろんな借りてくる要因であったりとかに付随させた形にしていきます。もう一個ちょっと重要なパーツの一つでもあるんですけど、腰布のパーツとかを作っていきます。で、この腰布のパーツ自体は、これは型取りではないので、結構一発成形に近いですね。で、この粘土状の樹脂を、ちょっとこれ熱を加えながら、こうグイーと伸ばして、布っぽい表現になるように、形を一気に作っていく。ちょっと飴細工に近いようなものでもあるんですけど、そういった形を作っていくことで、この流れとかをですね、ちょっと表現しています。まあ、これの後に、ちょっと塗装していくことによって、さらに布っぽい表現とかに作っていきます。この骨のパーツは何かというとですね、その、まあ、作品のいろんな文献上を調べていくと、それぞれの仏像さんたちに、結構動物の表現というものがちょっと含まれてます。で、そういった動物の表現自体をこう抜き出してピックアップすることによって、その自体の本質を探っていくっていう意味でもあるんですが、いろんな動物の、まあ、頭蓋骨を用意して、それ自体と作品を合わせていくことになります。まあ、そういったものの頭蓋骨の表現を、これはもう彫り込みで一個一個作ってます。生物学上にちゃんとしたデータを自分の中で集めてきて、それをまあ三次元的に見ながら彫刻をしていくっていうことですね。この後で塗装はするんですが、それで合わせていくと、一つの仏像になっていくと。であとはですね、まあ、手足とかもあったりして、それ自体がちょっと意味をなすこともあるんですけど、後輩のパーツですね。後輩というと、その作品自体の裏側に、こうついてるのを見たことがあるとは思うんですけど、これ自体は、まあ、本来の意味であれば、光の表現であったり、炎の表現であったりっていうところですので、まあ、ちょっと物質上はなかなか表現しづらいんですけど、それをちょっと僕の中ではメタルで表現していくことになります。まあ、ちょっと時間が経つと、金属というものはちょっと錆びるわけではないんですけど、いろいろと質感がちょっと変わってきます。で、そういうのも含めて、真鍮を使ってます。最初は結構キラキラした金みたいな色なんですけど、これが長年経ってくると少し黒ずんできたりとかして、ちょっと作品の風合いに合うかなと思って、ちょっとこういうのをセレクトしてます。そういったものをちょっとジュエリーの技術でですね、いろんな地物と呼ばれる武器であったり、密教の中で使うようないろんな寝具ですね。そういったものに成形していきます。
根底にコンセプトとして実質と仮想っていうものを、うん、その相反するものを結構コンセプトの軸に置いてるんですけど、うん、なんかそのドットでこう荒く配してそれが集合して人物になって、うん、で近くで見るとすごく物質がこうドーンと出てくるんですけど、うん、もうちょっと顔が分かんない感じで見えるんですけど、うん、遠くから見ると、うん、なんかその物質と仮想性と、それとその平面、その仮想の中にその実際の人を閉じ込めるとか、なんかそういったことに結構興味がある。この平面の素材は何でできてますか？あれは、アクリル絵の具と表面の黄色いというか赤いというかサビみたいなやつは、酸化鉄の顔料、物のサビの顔料なんです。ああ、それを混ぜてるんですね。うん、だから表面上はサビ、本当の鉄のサビと顔料なんです。うん、でもあのドットはアクリル。加藤さんの作品の中に、その平面作品と立体が今回出してもらえた作品シリーズの2つ大きく見たときに、平面作品と立体作品がどういうつながりで出したのか。今の僕の作品のシリーズの軸になっているのが、うん、まずこの立体のシリーズで、うん、でこれはあのこのシリーズになる前にまず牢屋の作品を作ったんですよ、うん、本当に牢屋、ただの牢屋で、そこにこう一人用の檻を作ったりとか、うん、あとは、ね、岡本太郎の彫刻を閉じ込めたりとか、うん、そういう作品を発表したことがあって、うん、でもどうにもその牢屋だけ作っても、うん、なんか AV の撮影用かなみたいなあ、セットに見えちゃう、まあ、牢屋だけ作っても、まあ、その評価はあるんですけど面白いねみたいなあるんですけど、うん、その収入にもつながらないし、うんバリエーションの、そのサイズでしかバリエーションも増えていかないんで、うん、これどうしようかなと思ってずっと悩んでいて、うん、でもそれと同時にその岡本太郎の有機的な立体を閉じ込めた時に、うん、その鉄の格子のこう線が影になって、うんうん、岡本太郎 の彫刻 の、うん、あのフォルムにこう影がこうあバトワリついてくるような感じがあって、なんかそれがすごくこうエロティックで、うん、なんか SM とかその金箔みたいな、ね、ちょっとこう、うん、フォルムを強調するこう斜め感じみたいな、ちょっと傷跡にも見えるし、そうですね、なんかちょっと縛りみたいな、なんかそうですね、うん、そうですね、歯を、うん、ちょっとね、痛々しい感じにも見えるよね。でなんか、うん、その影だけを抽出して何かが、うん、作れないかなと思って、うん、それでその影をのこの連続、その鉄格子の影の連続を、うん、人体のフォルムにこう、うん、合わせて作品を作るということのきっかけになったんですね。で、モチーフはそこでただのその誰でもいいわけなので、うん、モチーフはじゃあどうしようかなと思った時に、本当に捕まったことのある、うん、犯罪者、元犯罪歴のある、逮捕歴のある人を実際にスカウトして、うん、そこから 3D スキャンをして、うん、それで 3D モデルをして、それを元に作品を作るっていう。うん、要は、実際はその内側と外側っていう大きいその社会の関係性につながる。いわゆるその税務の中っていうのは、うん、あるスタンダードがあって、その法律制度の中でそれを違反して、さらにそれで警察に捕まった人だけがその中にいるじゃないですか。で、外側から見るその内側と内側から見る外側は確かにすごく面白いんですけど、
あんまりね、それを表現する人はいないんですよね、少ないんですよね。そういうなんか、その内側と外側の、あの、割とその本質的な社会関係のスタンダードの基準と、それを違反したものに対する社会の扱いで、割と難しいあのテーマであり、大切なんですけど、あんまり扱ってない人がいないなと思って、新鮮になっちゃった。私は学生時代に創作ダンスをしていたのですけれども、その時にダンスをしていた時に、その自分の体で表現できなかった、表現しきれなかったこととか動きとかダンス、納得がいくダンスが作れなかったんですね。でそれで自分でその時に振り付けを考えていた時に、絵に描いて振り付けを考えたりしていたんですけれども、絵を動かしてアニメーションにした方が自分がやりたかった動きとかダンス、思い描いてたダンスが表現できるのではないかなと思ったのがきっかけでアニメーションを作り始めました。会場に展示してあるこの青い世界観のダンスのアニメーションの作品、ライトラインっていう作品なんですけれども、これはライトラインっていう楽曲の音楽とコラボレーションしたアニメーション作品です。まあ、なんか見ての通りすごく手足の長いダンサーが登場して、すごく広大な大地で、そう、楽曲のタイトルである、ライトライン、飛行船という意味なんですけど、光をこう追いかける人々を描きました。ダンスをしている時から、たくさんの人が踊るこう群像表現っていうのをやってみたくて作った作品です。作り方なんですけれども、すごく原始的なパラパラ漫画のような要領で、一枚一枚絵を少しずつ動かして手書きでアニメーションを作っています。でこれ描いたものをスキャナーでより読み込んで、パソコン上でこう色を編集したりして、で、パラパラ漫画のように動画にして、で、音楽にちょっとずつ合わせて作っています。で、ライトラインという作品では、だいたい1500枚ぐらいの原画を描きました。続いての作品が、ディノクラップっていう恐竜をモチーフにした作品です。なんで恐竜にしたかっていうと、まあ、ライトラインっていう作品を作った後に、もっと人間じゃないモチーフの方が、より人間らしくというか、私がその間、その間に、子供を妊娠して、出産してっていう経験があったんですけれども、もっと一人一人って違う形とか、生まれながらの気質を持っているなと思うことが多々ありましたので、もっとその人間の違いっていうのを表現したくて、ずっと人間外のモチーフでダンス作品を作ってみたいなと思っていました。会場にもイラストがあるんですけど、最初動物をモチーフにした、なんか人間にはない鼻がある象とか、大きな口があるワニとかでモチーフを考えていたんですけれども、まあ、だんだんなんか日本ってゆるキャラとかもあって、動物のキャラクターってすごくいっぱいあるので、
なんかそれと違う恐竜っていう、まあ、子供も恐竜が好きだったってこともあって恐竜のキャラクターにシフトしていった感じですね。こう人間とは違 う、 こう首が長いブラキオサウルスとか尻尾を使った動きとかですね、そういうものに挑戦したくてある意味実験的に作った作品となっています。この作品も同じように一枚一枚手書きで描いて、これは色つけたりしてる、まあ、いろいろ試しながら作ってるんですけど、ちょっと根性で練習をして作っています。で会場に設置しているイラストは、まあ、このような原画とはちょっと違っていて、主にアニメーションを作る前にアニメーションの世界観とか色の設定とかシーンの設定とかキャラクターの設定のための絵コンテのような役割のイラストとなっております。私の作品の中では一つの音楽でたくさんのキャラクターが踊っているところをよく描いているんですけれども、音楽を含めてこういう展覧会のような文化芸術全体っていうのが、まあ、いろんな違いを乗り越えてこう人をつなぎ合わせるような機能を持っているということも表現したことの一つです。最初に糸を使うようになったきっかけは、多分大学の時にファッションデザインを専攻していて、でその時にテキスタイルデザインの仕事があって、で、うん、こっちの例えばこっちの作品みたいな平面の板に、うん、色のイメージで糸を巻くっていうのを結構テキスタイルデザイナーの人が見たり、そうですね、色彩が、でそれをたまたま、まあ、初期の作品はバーコードで組み合わせてあった作品なんですけれど、その時にたまたまバーコードで組み合わせたら、バーコードという人工的なものと、そのカラフルなものが、その私たちを取り巻く世界をそのまま表して、その作品自体で一つの世界みたいに、まあ、面白いかなっていうの、うん、今回の作品、展示されている作品は点数結構あったんですけど、シルクの糸を使ったのと、コットンを使っているところがあると思うんですね。でその違いは何かありますか？シルクを使うときは、シルクの糸の方が光沢があるので、うん、ちょっと立体感があるので、角度によって、光の感じとかを見える見方が違うので、そういうちょっと質感を見せたい作品のときは、シルクの糸を使うようにしていて、で逆にコットンの方は、光の反射の影響を受けないので、糸の色そのものが出やすいので、色彩の表現が、色彩の表現をしたいときの、そういう、作品とかの時の演奏をしています。この組み合わせは、これは写真から色を取っていて、なので作品を作る前に、まず写真を選ぶんですけれど、でそれを見ながら糸を巻いているんですけれど、ただ、そのものが写真と完全に同じ色を使っているわけではなくて、写真を見てそれを参考にはしているんですけれど、それが単なるきっかけみたいな感じで、それを私の頭を通してこの一度拾ったイメージなんですけれど、ただ別に作る前にスケッチとか全然しないので、結構即興的だし、無作為なので、作品のシリーズによって違うんですけれど、例えばこのシリーズは朝焼けを表しているので、朝焼けの写真を
探して、うん、でそれは映像の写真ですか、それとも実際の写真で、うん、もちろんこのシリーズ、朝焼けのシリーズ結構いろんな色の違う作品があるんですけれど、朝焼けって同じ太陽なんだけど場所によって、うん、場所とか天気とかによってですね、写真が違うから、うん、面白いなと思って、うん、確かに雪の景色とかだとね、色の表現は難しいですよね、うん、同じ景色でもなんかそこにある程度色があるとか、白黒の写真ではないのね、同じ写真を見て作品を作っても、その時の気分によって、うん、ちょっと色が変わったりするみたいで、うん、なんか、ね、例えばちょっと時期によってこういう色になったり、薄い色になったりとかっていうのがあるみたいです。うん。それは、その時々の、作り手の気持ちだったり、うん、その時のフィーリングとかで、そうだったり、ね、外の意識とか、うん、雨が降ると、うん、ちょっとね、色が変わったりするかもしれないです。私の作品の特徴は油彩の絵の具の上に木炭で細い線を網目のように無数に引いてあるところにありますけれども、これは昔デッサンをしていた時にその線がとても面白いというふうに言われたことがきっかけで、この線を面白く活かせないかなと思ったことがきっかけです。こちらの作品が、初期の一番初めの時に、木炭の線を入れた作品になります。こちらと昔はポイント的に入れておりましたが、最近ではこのように無数に木炭が入れてきております。こちらのバタフライの作品は、本当に最近作っているモチーフになりますけれども、私は、絵を始めたのが小学校の2年生の時に、日本画の先生についてずっと具象を描いてきました。で、10年少し前ぐらいにやはり具象ではなく抽象で自分の心のままに絵を描いてみたいというふうに思いまして、ずっと抽象を描き続けてきましたけれども、これは具象に戻ったんだねと言われることがありますけれども、これはあくまでも私のイメージの中の蝶であって、うちの近くにもたくさん蝶が飛んでますけれども、実際の蝶とは全く似て非なるものなんですね。で、これはあくまでも私の中の蝶のイメージで書いております。で、私は昔からこの蝶というのがすごく魅力的に感じてまして、でそれはどこか美しいけれども反面何かちょっとミステリアスな毒のあるような、そういう二面性のあるような部分がとても魅力的だなと思っていました。で、最近このようなモチーフを使うようになりました。私の作品のもう一つの特徴は色にあります。で、色も絵の具
としての色ではなくて光に変えたいなといつも思いながら制作しています。色をどうすれば美しく透明感のある色に仕上げることができるかというのもいつも意識して制作しております。壁一面にその吉田君と黒君の黒がこの黒つなぎであった時にみんな入っておうとか言いますね。でその反対側の壁に今度色がたくさんあるじゃないですか、はい、その志村さんのシルクの色がね、うん、そのこう対極なものが同じ空間にあるのか偶然だろうけど、うん、よかった。いや、あ、偶然なんか面白い。偶然だったんですよね、多分。あ、そうなんですか。うん、面白いなと思って。うん、刻まれたその時間の前のことをイメージしてやったの。メモリーですか。そうするとそのイメージって目を閉じて思い浮かべるものだから、それ黒いイメージ、うん、だったんですよ。うん、刻まれたものっていうイメージで、うん、これ黒をちょっと強めに出した感じですね。うん、指輪とかもそうなんですけど、うん、この置き場所の違いだけで、うん、これは指に置くためのものだから、うん、その様相を穴が開いている、うん、手の入れて立体だとまあ置けるっていうで、うん、まあ、壁にかけるためのそのうん、紐であって引っ掛ける要素が入れたっていうだけであって、うん、特にそういうこだわりは、うん、平面だからどうだろうとか立体だから、うん、こうっていう意識がないっていうところ、うん、装飾品だと、うん、要素が限られる部分が強い、うん、まあ、本当には伝える機能が伴うからなんですかね、うん、結構限定されるんですね、うん、これだと指に入るかどうかっていう限定的要素がすごく強くなってて、それを軽にかけるとかは立体で置いておくっていう機能だけにするとものすごく自分に対して規制が少ない、うん、と自由ですね。そう、すごい楽しかった。作品を見てると私的にはなんか洞窟とか、うん、得体の知らないなんか深淵とか、うん、そういうイメージもあるんですね。きっとその見るものによって見方は違うと思うんですけど、はい、なんかその抽象画のように、うん、ちょっと壁画とかも少しずつするし、はい、そういう意味で、まあ、その不詳ではなくちょっと抽象的に、うん、ここに見えるかなとは思ったんですけどね、はい、うん、もちろんその作る人によっては多分作る時に意図はあったんでしょうけど、まあ、そう、その意図があんまり分かりすぎちゃうと、うん、その夢に固執しちゃう、うん、なんかタイトルも全部今回数字にしたんだけど、これは結構ランダムで自分の暗証番号、うん、銀行の暗証コードがランダムで上がってくる、うん、危ないじゃん、どれとか言ってる利用することに変わるから。そう、それと他の数字を組み合わせたもの、うん、タイトルっていうのはすごい大事だと思うんですね、うん、だけどそれがそのタイトルってそれを見ようとして頑張っちゃうのちょっと違うなと。そうですね、うん、今完成を恥ずかしげなく見てもらうためにはわけわかんない単調なのが良かったりするので、うん、これはそういうふうにしました。クリーン型が、うん、これはその型自体を造形する、うん、原型を作るんじゃなくて型を造形する、うん、だから全て反転する結果、うん、結果になるんですよ、うん、だから枠を作ってそこに、うん、FRB と
離れる高カラーレメントとかで造形をしていって、うん、そこに FRP をやって剥がす、うん、で私のはその型自体です、うん、原型ではなくて、うん、でよく見たらいろんなものが入っていて、うんうん、すごくあの最初の印象とあと物がたくさん入っていていろんな見方ができるなって思います。そうですね。作品の中でそれが ある時点の自分あるいは自分と関連する人のメモリーだとしたときに、時間だったり空間だったりする媒体が必ずありますで、うん、それそのそういう空間とか時間がメモリーとしてこの作品にあって、それがなんか秘密コードのように暗号としてその自分だけが分かる数字で作品のタイトルをつけてて、すごくミステリアスですよね。僕の作品初めて見る方多いと思うんですけれども、まあ、平面こう、まあ、平面からビュッと飛び出して、まあ、立体が飛び出して、まあ、そういう作品なんですけれども、まあ、平面から飛び出したり、平面じゃない卵みたいな、動きのないようなものからこう飛び出したりしている作品なんですけれども、まあ、ありそうでありえない瞬間だったり、その、なんだろう。まあ、飛び出すっていうことを、まあ、ポジティブなエネルギーと、あと、まあ、逃げ出すっていう、ちょっとネガティブに聞こえるかもしれないんですけれども、まあ、脱出という意味では、その現状の、その状況を変えるっていう意味の、まあ、メッセージ性が含まれている作品になっています。非常口、展示会場の入り口と、非常扉の方に設置してあるんですけれども、まあ、昔作品、どんな新作作ろうかなって悩んでる時に、まあ、夜の、あれは大学かどっかですね、うろうろしてた時に、なんか真っ暗だったんですけども、ぼやっと光り輝くものがあって、あ、非常灯だ、誘導灯だって思ってたんですけど、なんか僕にとっては、パッと見た瞬間に、あの中に、二次元の中に閉じ込められてる方が非常事態だなと思って、ちょっとそこ二次元に入ってないんで、三次元の方に逃げておいでっていう意味で、緑の人を飛び出させました。で、そういう作品になっています。まあ、僕の作品ほとんど自分の手作り、ほとんど全てが手作りでできてるんですけども、多分皆さん一番気になるところは、透明のビューって伸びてる部分が気になると思うんですけども、実はあそこ、まあ、ちょっとこれ持ってきたんですけども、ペットという素材、アクリルでも塩ビでもなく、ペット、まあ、ちょっとペットボトルの素材のもう少し純度の高い上質なものでできています。で、実はこれ、もともとはこのような板、このような板状のものに火で熱を加えて、そうするとすごく柔らかくなるんですけども、柔らかくなった瞬間に、この中のものをギューッと、ギューッと入れ込んで、急冷させて固めるっていう風な、そういう手法でできています。よっ、あっち。
なるかと思ったんですけど、そうそう、うん、ね、なんか思ったより人が結構来た感じだったので、うちにこれオープニングができたんですかね。本当に素敵だと思った。びっくりした。俺だって俺なんか急にさってみんなアーティストしかいないの俺だけなんか出社前からたまたま来てて帰れなくなっているからしゅんさんと気持ち同じみたいな確かにっていう気持ちはあるけど、しゅんさんはね今回ジョージさんの展示とかもそうですけど、今回もねみんな待ちに待ったっていうやつが今日だったわけですよね。そうですね、全くそうですよね。だから僕は結構感動しました。こう見たこともないなんかフォーメーションというか、作家さんたちが、うん、僕はなんかこう中国にいるとなんか中国の人と日本の人が一緒にやるっていう展示会とかいっぱいあるけど、うん、日本に帰ってきて上海とか中国に関わりある作家さんたちが東京で展示会をするっていうのを、まあ、シュウさんがまとめて皆さん、うん、集めてやってるっていうのも結構びっくり、いいなっていう気がした、なんかそんな、うん、ありがとうっていう感じで、まあ、なんですけど。